本当に100数えると結構長いね。そういえば、子供の頃は100まで耐えられないからズルして飛ばしてたな。大丈夫？のぼせちゃったりしてないよね。よかった。じゃあ、体拭こうか。ダメ。俺がやるの。はい。もう少しこっちおいで。いい匂い。普段の君の匂いも好きだけど、風呂上がりは特に好きだな。こら、おとなしくして。髪もちゃんと拭かないとね。あ、このままだと風邪ひいちゃうか。下着は？ああ、そうだね。俺も服着ないと。君の心配してて自分は風邪ひいちゃね。よし。あ、パジャマも俺が着せようと思ってたのに。あ、待って。上着は俺が。よいしょ。はい、お待たせ。そっちの腕から通して。はい。反対。よーし、そう。あとは、ボタンを止めて。なんで笑ってるの？恥ずかしい？そう？俺は嬉しいけどな。こうやって君のお世話できるの。よーし、髪も乾かそうか。ドライヤー、ドライヤー。じっとしててね。暑くない？うん。髪サラサラだね。気持ちいい。すごく触り心地いいよ。ずっと触ってたいくらい。ごめんね。君の顔見てたらつい。俺にドライヤーしてもらうの気持ちいいって顔。かわいいなーって。そうやって照れてる顔もかわいいよ。なあ、こら、うつむかないで、乾かしにくい。君の顔も見えなくなっちゃうから。そう、そのままね。そろそろ乾いたかな。うん、オーケー。なあ、まだ終わりじゃないよ、ブラッシングも。これでよしと。どういたしまして、お気に召していただけましたでしょうか。それじゃ、あとは寝るだけってことで。よっと。このままベッドまでご案内しましょう。大丈夫、落としたりなんてしないよ。おとなしくしてないと保証はできないけど、しっかり俺に捕まってて。え？
はーい、到着。よ、どこ行くの？もっとこっちおいで。いいんだよ、俺のが狭いとか気にしなくて。だって。こうしてそばにいれば関係ない。ね、君からもくっついて、お願い。ありがとう。君の顔が見えるようになった。でも、この方がもっとくっつけると思わない？もう離れちゃダメだからね。今の声かわいい。もっと聞きたい。聞かせて。こら、逃げない。よいしょ。離れちゃダメって言ってるのに、どうしてすぐどこか行こうとするの？さっきのキスくすぐったかった？これも？本当に？くすぐったいだけ。あのね、くすぐったいのって、気持ちの裏返しなんだよ。君に気持ちよくなってほしいから、逃げないで。それでもまた離れようとしたら、くすぐったいじゃ済まないようなことするからね。あ、いいの？素直だね。本当に可愛い。それじゃ、遠慮なく。ん？どうしたの？おかしいって、何が？あ、そういえばそうだね。自分で着せたのにすぐ脱がしちゃうなんて。でも、いいんだよ、これで。だって、君に服を着せてあげるのも、脱がしてあげるのも、この世で俺だけなんだから。ね、そうでしょ？俺しか知らない君の姿、いっぱい見たいな。それと、俺もまだ知らないような君の姿も、見せて。